ディス、プラケです。本日10月1日日曜日、浅草で行われましたトンブリッジとブラックアウト同時開催ですね、そちらのイベントに行ってまいりました。初めて僕、まあトンブリッジブラックアウトともにですね参加したんですけど、まあ先月の月光マーケットに引き続きまたね浅草の方に行ってきたんですけど、今回はねトンブリーチが6回7回で、ブラックアウトが4回5回ということでね、全部で4フロアにわたって、まあ爬虫類、両生類、まあその他生き物がねたくさん並ぶイベントに行ってきたんですけど、まあまずトンブリーチですね、まあ、先行入場でチケット前より買ってたので、そちらの方に行ってきました。で、トンブリーチはですね、まあ、入場に関してもですね、最初の、チケットの番号ですね、まあ、そちらの順番に入場ということで、まあ、すごくスムーズで、一応なんか11時に、イベント始まるんだけど、まあ、9時からね、並べるみたいな感じだったんですけど、結局なんか、僕はもう、朝食べていかないで、浅草まで向かったので、まあ、浅草のデニーズで、モーニングを一人、悠々と、食べて、それから、まあ、どれくらいだろうな、15分前ぐらいかな、20分前か15分前ぐらいに会場に着いたんですけど、まあ、ほんと番号通り並んで、まあ、その番号で入場できたので、すごく入場に関してはスムーズに入れて、とても良かったですね。で、まあ、イベントの方なんですけど、今ね、このブリクラの、まあ、トンブリッジのね、主催が、まあ、ブリクラの、ブリクラっていうのが、まあ、あれなのかな。でも、あっちの、関西の方ではブリクラっていうイベントなのかな。だけど、関東でやるのはトンブリーチっていうね、名前みたいなんですけど、まあ、趣旨はね、同じような感じで、まあ、国内繁殖個体、国内の CB だけしか出展しちゃいけないということで、まあ、すごく、ね、いいですよね、これはこれで。やっぱりこう、何がいいって、まあ、もちろんね、生態のコンディションとかももちろんそうなんですけど、まあ、実際に、購入するときに、まあ、必ずしもね、そこのお店の方が繁殖しているとは限らないですけど、ブリーダーさんが直接ね、販売している場合なんかは、もう確実に、そのね、繁殖された方が売ってくれるので、まあ、すごくいろいろ詳しく聞けますし、まあその育て方ももちろんそうですけど、飼い方とかね。まあ繁殖をこれから目指す方なんかは、その繁殖についてのアドバイスなんかも、やっぱりこう、受け入れる。聞けば多分すごく教えてくれると思うんですよね。やっぱそういうのもすごく、なんていうんだろう、生態を購入するだけじゃなくて、まあイベントとしても醍醐味かな。特にこのトンブリに関しては、ブリーダーさんめちゃめちゃたくさん出店してるので、なんかね、いつもこう、なんていうの、繁殖にやっぱり、僕もたまたまね、僕は繁殖にチャレンジした種類っていうのは、レウパ、ニシアフクレス、帽子とかけもどきと、もうなんだかわからないけど、とりあえずオスメス一緒にしてみたら、うまく交尾しちゃって、うまく、たまたま生まれちゃったっていうだけなんですけど、やっぱりこう、ずっとね、何年もやってるブリーダーさんっていうのは、それを僕みたいにね、たまたま一回うまくいったんじゃなくて、まあ、継続して結果を出している方たちなので、やっぱりこうね、いろんな失敗も逆にしてるかもしれないし、で、こうやったら成功する確率が高いっていうこともやっぱ知ってらっしゃると思うので、もしね、繁殖にチャレンジしてみたいっていう方はね、このブリクライチ、トンブリーチ、まあ、ぜひね、参加してみるといいのかな。まあ、1年に1回なんでね、まあ、今回参加できなかった方は、また来年以降にはなってしまうんですけど、まあ、ぜひ一度ね、そうやって参加してみるのもいいのかなと思います。生態に関しても、まあ、やっぱりこう CB 個体っていうのは、やっぱりコンディションがね、やっぱりめちゃめちゃいいですよね。なんていうの、やっぱりこう、多分餌食いとかもめっちゃいいはずなんで、いい子を多分連れてきてると思うので、やっぱ正直ね、こう、普通の爬虫類イベントだと、なんていうんだろう、こう輸入して野生個体を、で、もう、ほとんどこう、なんて言うんだろうな、コンディションチェックもしないで、やっぱ販売されてるんじゃないかなっていうのも、時々やっぱり見受けられますよね。イベント行かれてる方はわかると思うんですけど、今回も、やっぱブラックアウトの方で、
まあ、見た、あれ、エレガンスボーイビアモリだったかな。もう、ちょっとびっくりびっくりするぐらい、カリッカリに、痩せてしまっているね、個体もいました。いや、これはちょっと大丈夫なのかなっていうね。めちゃめちゃ痩せちゃってて、これ本当にちゃんと飼育できるんであろうかっていうね、ちょっと不安に思うような生態も見かけたんですけど、まあね、トンボリーチみたいな、やっぱり国内 CB だけっていう意味では、まあ、かなりコンディションがいい個体。まあ、特にね、ブリーダーさんから直接買う場合っていうのは、すごい直前までその方たちがね、もう完璧に生まれた時から直前まで飼育している個体なので、まあ、通してね、その子、個体個体の、なんだろう、特徴とか性格とかもね、やっぱ把握してらっしゃると思うので、まあ、本当に初めてお迎えするのにもすごく、一見ね、なんかブリーダーさんとかのね、まあお店も出てますけど、ブリーダーさんとかが集まるような、ね、出店するようなイベントなんで、ちょっと敷居が高いようですけど、意外とこう初心者の方が、いろいろ教わりながら、これからね、飼育していくのにもめちゃめちゃ、その個体のね、生まれてから、そこね、僕、自分がこれから飼育する直前までのね、コンディションを知ってるので、めちゃめちゃいい、イベントなんじゃないかなと思いました。で、今回のトンブリのイメージとしては、もうカメがめちゃめちゃ多かったですね。僕、カメめちゃめちゃ好きなんですけど、もともと僕ね、カメから爬虫類飼育20年以上前、ね、し始めて入ってるので、まあ、カメめっちゃ可愛いですよね。で、いろんな種類がいて、水ガメから陸ガメからね。ただ僕もカメに関してはね、僕ちょっと僕の今の年齢からだと、カメの障害飼育ってちょっとなかなかもう、ね、かなり難しいと思ってるので、カメはね、もう見るだけで可愛い可愛いで、一応終わりにはしてるんですけど、まあ、めちゃめちゃカメの個体は多かったな。だからカメをお迎えしたい方なんかは、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。トンブリ1、ブリクラ1。ぜひね、ちょっとカメ大好きな方は、一度足を運んでみるといいんじゃないかなと思いました。で、今回僕、トンブリ1でお迎えした個体が1匹おりまして、それがこちらになります。じゃーんと。はい。ちっちゃいね、プリンカップに入ってますけど、はい。何でしょうか？皆さんわかるでしょうか？よいしょ、見えるかな、いきますよ、じゃん、見えます、これ、今イエコを食べてるんですよ見えるかな、これね、ちょっとハサミがあって尻尾があるんですけど、はい、これ八重山サソリです。はい、実は僕ね、八重山サソリ飼育してたんですけど、八重山サソミちゃんだけど、やっぱりね、ちょっとね、うまく飼育できなくてですね、サソミちゃん亡くなってしまってたんですね。で、もう結構経つんですけど、またちょっとどっかでね、そういうお迎えできるチャンスがあったらお迎えしたいなと思ってて、これはね、キャンドルさん、まあ、結構ね、イベントにも出展されているんですけど、うち実はキャンドルさんからは、イベントでは買ってないんですけど、セネガルガエルのアリラスはキャンドルさんから通販でお迎えしてたりとかするんですけど、そのキャンドルさんにね、端っこの方に八重山サソリいてですね、ちょっと気になってて、どれぐらいのサイズのかなと思って、こう見せてもらったらめちゃめちゃ小さいじゃないですか。これわかるかな、僕の人差し指、こんな感じです。何ミリだ、5ミリぐらいですよね、これね。だからね。で、だけどなんか餌とかこれ大丈夫ですかって言ったら、もう SS とかのコオロギとか、まあね、ちょっとこう頭潰したりとかして入れておくと結構食べますよ、なんて言って。で、今、とりあえずね、帰ってきて、まあいつ食べるかわかんないけど、ちょっと潜っちゃってたんで、その潜ってたところのどこにいるかわからないから、とりあえず頭潰して置いといて、さっき来てね、この置いてあった、この木の樹皮みたいのをどかしたら、食べてましたね。なので、まあ、結構よく食べるみたいなんで、で、これもなんかキャンドルさんね、接客してくれたお兄さんが言ってたんですけど、やっぱ八重山サソリ、生息地見に行って、
まあ、どんな感じかっていうのも聞いたんですけども、なんか朽木の中でね、あのシロアリとかがいつでも食べれるような状態とかに結構いて、もうパンパンにいつもあのコンディション良さそうな状態でいるから、結構餌は食べる種類なんじゃないかっていう話だったので、まあ、あの食べ終わったら次のね食べれるやつを常に入れていくような状態で、コオロギ1匹ずつ入れるような状態な感じでやるといいんじゃないですかっていうのを聞いたので、まあ、しばらくこれだけめちゃめちゃ小さいのでこのプリンクアップで ある程度大きくするまでね、あのちょっと頑張って飼育してみたいと思います。はい、この子の名前は2代目八重山さそみちゃんです皆様よろしくお願いします。めちゃめちゃ可愛いね。はい、じゃあ次ね行ってみたいと思います。次はねちょっとブラックアウトについてお話ししたいと思います。はい、じゃあね続いては、まあ先ほどのトンブリ1と同時開催されたブラックアウトですね、あのそちらの方のお話をしていきたいと思うんですけど、まあ、ブラックアウトは僕初めて参加しました。結構いろんな会場でねブラックアウト地方各地ね行われていると思うんですけど、なんか名前は僕もよく知ってましたし、結構他の方の YouTuber の動画とかでもね、あの雰囲気とか見てたりとかしたんですけど、まあ印象としてはね、僕が今まで行った、まあ、イベント爬虫類イベント、まあエキスポとか、まあ、トーレプとか、まあ、そういった感じのイベントに近い、まあ各ね爬虫類屋さんとかが、あの、まあ、ブリーダーさんも含めですね、あの、参加しているような、あの、まあ、特に、トンブリとは違って、国内 CB とか関係なしに、まあ、野生個体もいれば、あと、韓国 CB とか、アメリカの CB とか、ヨーロッパの CB とか、まあ、そういったものが、あの、まあ、普通に売られているようなイベントっていう感じでしたね。で、まあ、イベントに関して言えば、トンブリ市が、11時から。で、11時から4時まで。で、ブラックアウトが、12時から5時までということで、1時間ずつね、こう、ブラックアウトのが遅いような感じなので、まあ、トンブリを先行入場で11時から入っても、まあ、さーっとね、2フロア見れば、まあ、12時の開始には行ける感じだとは思うんですけど、ただね、ブラックアウトは、前売り券っていうのがないんですよね、多分。ないですよね、おそらく。なので、チケットに並ばなくちゃいけなかったんですよね。なので、僕12時開始だってことをよく知らなくて、両方とも11時に開くのかなと思ってたら、なんかまだね、僕がさーっとこう、僕ね、今回実は、このイベント、トンブリブリクラ、トンブリブリクラじゃない、トンブリとブラックアウトで、まあ、狙ってる生態がいまして、まあ、そちらが、まあ多分トンブリにはいねえんじゃねえかなっていうのは分かってたんですけど、一応トンブリをとりあえず2フロア、さーっとね、こう各もう本当テーブルというかブースを見てですね、まあ、ざっくりですけど、全部チェックして、まあ、やっぱりトンブリの方にはいねえっていうことをね、その狙ってる生態がいないっていうことで、まあ多分いるとしたらブラックアウトの方がいるんじゃないかなと思っていたので、まあ一通り見終わってやっぱいないなっていうことで、すぐブラックアウトの方に行きました。だからまあ大体30分くらいかなで、多分2フロア見て17時半くらいからそのチケットを買いに行ったら、もうねめっちゃ並んでるんですよ。でまだチケット買った人はまだ入れないんで、そこも並んでて結構並んだんじゃないか、30分以上多分12時過ぎてたんで、入るのが券買えたのも。なので、あれね、ちょっとやっぱり、券とか本当は先に変えたりとかするといいのかな。でも、早く並んだ人が早く入れるっていう意味では、それもいいのかなとか思いつつ。でも結構ね、こう、後から、最初に入る人はね、それでもいいと思うんですけど、後から買う人に関してはね、なんかもう、チケットすごいスムーズに買えるとね、すごいありがたいですよね。だから結構、中にはもうこのチケット買うのこんな並ぶんじゃって言って帰っちゃってる人とかも結構いるんじゃないかなと思ったので、まあ、僕は結構ね、最初の方にもう頑張って並んだので、まだそんなにね、並んでいるとは言っても、まあ、30分ちょっとで買えたんですけど、まあ、ね、その辺がなんかもうちょっとスムーズに入れたらより良かったかななんて思ったりしました。でもまあ実際入ってみるとですね、イベントはもうとても良くてですね、もうほんとたくさんのブースが出ていまして、まあ、ほんと爬虫類イベント、まあこれはもう爬虫類イベントっていうこうね、感じでしたね。で、まあ、ね、こう、結果から話しますと、僕はもう狙ってる生態今回いましたので、まあそれだけをもうひたすら探してですね、もうとりあえずざっくりだけど、
いるのかいないのかっていうところをさーっとこう全部見てですね、やっぱ2フロア。で、いました。唯一、八倉さんに、八浦クラブさんですね。で、もう全部見て、八倉見た後も全部残ってるとこ見たけど、やっぱりもう八倉さんしかいないということで、今回も八倉さん2匹、僕が狙ってる、生態いたんですけど、八倉さんで、その2匹、いろいろ話を聞いて、蓋開けて、プリンカップっていうか、その、ケース見しても、開けて見してもらって、餌食いとかも確認して、お迎えしました。はい。じゃあそちらをね、ちょっともったいぶってもしょうがないので発表したいと思います。はい。今回、僕がずっと最初から狙ってた生態、こちらでございます。じゃん。わかります?ちょっとこれ映ってない。ちょっと開けます。よいしょ。はい。ちょっと隠れちゃってるね。じゃん。皆さんわかるでしょうか?はい。マレーキャット月光です。めちゃめちゃ可愛くないですか?ワイルドのね、子ということで。まあ、多分ね、キャット月光に関しては、ワイルド結構入ってくるので、まあおそらく日本で CB でバンバンやってる人っていうのはほぼいないだろうなっていうのはなんとなく薄々感じてたので、ただね、僕の近くのペットショップっていうのはなかなかマレーキャット月光って入ってこなくて、たまーに見かける感じだったんですよね。なので、まあ今回、まあいたらぜひお迎えしたいなと思ってて、で、もう一匹、もうちょっとね、まだヤングだと思うんですけど、もうちょっと育った子、で、オス角の子と、この子ね、結構まだ小さいんですけど、僕の人差し指これぐらいなので、で、小さいからちょっともうちょっと育ってる方が安心なのかなと思って、餌食いとか聞いたら、八倉さんはもう基本的にイベントに連れてくる子は、もう餌食いとかしっかりしてる子しか連れてこないということなので、餌食べてますよっていう話なので、まあじゃあせっかくだからね、小さい時から育てた方が、やっぱ育て替えがあるかなということで、こちらの子を選ばせていただきました。いやー、めちゃめちゃ可愛いよね。もう本当に。もうさっきもね、ちょっと霧吹きするので、ちょっと蓋開けたんですけど、意外と、物おじせず、今ね、おとなしくしてますけど、出てきてね、僕がこう、ちょっと出てこないでって手出すと、手の上まで乗ってきちゃう感じなので、まあ、あとはね、とりあえず、まあ今日は明日ぐらいかな。ちょっと、ゆっくりしてもらって、まあ、餌は最初はばらまきだと思うんですけど、今日はちょっとね、このまま行こうかなと思うんですけど、飼育環境もちょっと立ち上げて、あげてですね、最初はまあちょっとこれぐらいのサイズ感なんで、狭めのやつで、ちょっと餌ももうばらまきになる可能性が高いので、ちょっと小さめのケージで、まあ、まずはコンディションを整える、ケージをね、立ち上げていけたらなと思います。そちらの方はまたちょっと動画に、またしていきたいと思いますので、はい。とりあえず、ね、こう、ね、お迎えしてきました。よかったです。でも名前はね、もう決めました。キャット月光なので、はい。この子の名前は、タマです。はい。タマちゃんです。ね、やっぱ猫といえばタマだよね。もうサザエさんのタマで。はい。だからこのタマちゃんね、これから、うまく飼育できたらなと思うので、ちょっとこれからね、いろいろ本やら、YouTube やら見ながらですね、ちょっと皆さんの飼育環境を見て、ちょっと、まあ、明日、明後日以降、移していく飼育環境をね、ちょっといろいろ試行錯誤してみたいと思います。はい。じゃあまずね、お迎えした生態の紹介でした。はい。で、無事ですね、このタマちゃんをお迎えできて、で、もうそうするとね、もうかなり、心の余裕というか、ああ、もう自分の今回ね、任務は果たせたということで、まあ本当に、まああとは、それこそ、とんぶりに戻ったりとか、もしつつ、もう一回じっくりと、各ブース、要はね、誰かに先に買われちゃうみたいな、そういう、もう、なんて言うんだろう。脅迫観念みたいなのがなくなったので、まあ、あとはもうゆっくり、各ブース、ちょっとね、見て回ろうかなと思って、どんぶりから、ね、バーってこう、見てたんですよね。
あ、可愛いなとか言って、あ、こんなのもいるんだと、例えば全然あと、ね、とてもじゃないけど僕じゃあ購入できないようなあの高級な生態だったりとか、あと今回トンブリね、ちょっとまたトンブリの話になっちゃいますけど、まあ、イモリウムね、とかされてる方とかイモリ飼育してる方もちろんご存知だと思いますけど、トモさんですね、トモさんのブースも僕ちゃんとはね、すごい混んでたんで見れなかったんですけど、トモさんのブースでまあ、トモさんたちの CB 個体イモリ見せていただきました。まああとね、庭さんですっけ、あの方の真っ赤な赤原イモリもちょっと透明ですけど拝むことができました。本当に赤かったですね当たり前ですけど本当に赤かったですね。もうそれも見れてよかったですね。やっぱりなんて言うんだろうな、本当にイモリのね、指類ブリーダーをしてる人は本当に尊敬しますよね。僕もね、幼生から飼育してますけど、イモリやりましたけど、まあ大変なんですよ、上陸した後もね。だけどそれをね、やっぱりしっかりされて、なんなら人工飼料まで預けてくれて、もうね、お迎えする方一番大変な部分っていうのを全てやってもらって販売してもらえるっていうのはもうとてもいいと思います。だからイモリね、ちょっとやってみたいけどどうなんだろうって人なんかね、もうああやって直接国内 CB の餌付いてるのを飼育するとね、生き餌もいらないですし、いきなり人工飼料食いますから、すごくいいんじゃないかなと思います。もちろんね、拒食したりとかして何か生き餌使わなくちゃいけないことあるかもしれないですけど、とりあえずね、その直前までもちゃんと生き餌を食べてることで、まあ大体食うと思うんで、すごくね、いいかなと思います。で、まあそういうところも見ながらですね、まあ本当にクレスヤとかニシアフだとかレオパだとか、まあ本当いろんなヤモリね、トカゲ見ながらですね、いたら、まあ、僕はもうね、もうマレーキャット結構お迎えしたから、もう本当に全然お迎えする気はなかったんですよ。だけどね、出会っちゃったんですよね。もうしょうがないよねはい、もう一匹、はい、お迎えいたしました。それがこちらでございます。じゃん、はいはい、見ますかね、タンジェリンって書いてありますね。はい、こちらはこちらはね、ブラックアウトの方でお迎えさせていただきました。で、こちらをお迎えさせていただいたのはピッコロズーさんですね。で、お迎えさせていただきました。かっこよくないですか、このなんかちょっとオレンジなんだけど黒っぽい感じが結構出てですね、なんとなく体にもちょっと表紋とか出つつ、なんかね、頭とかちょっとこの暗い感じとか残ってくれたらちょっといいかなーなんて思ってお迎えしちゃいましたねー。こうしかもこうね、ついてるね、札もそんなにめちゃめちゃ高かったわけじゃないんですけど、さらにこうね、 30% オフとかで売ってたので、もうね、いやもうこれはもう出会いだなということで、まあ、結構ね、見た目も刺さったところにね、そういう後押しがあってですね、まさかのレオパもお迎えしてしまいました。この子に関してはね、ちょっと名前もいろいろ考えてたんですけど、ちょっとまだパッと浮かばないので、でまだオスかメスかもわからないということで、まあ、ちょっととりあえず名前は保留で、またちょっと考えてみたいと思います。で、なんかもうこの子に関してはもうね、さっきここにも書いてありましたけど、もうね、何月前なんだっけな、結構ね、まだ9月とかに、8月だか9月に日本に来たばっかりの感覚 CB みたいなんですけど、レオパドライ食べてるみたいですね。なので、まあめちゃめちゃ人工飼料で飼育したい方とかもめちゃめちゃ飼いやすいんでしょうね。もううちは別にまあコオロギもいるんで、コオロギも食べるみたいなんで、コオロギも書いてあるから、このなんかね、ドって書いて、D って書いてあるのは多分レオパドライなんだと思うんですけど、このコっていうのは多分コオロギですよね。だから両方食べてるみたいですね。まあ、めちゃめちゃ、それはありがたいことなので。まあ、うち人工飼料もありますけど、ただちょっとこの子が食べるには、ぶっとすぎる人工飼料しかないので、まあ、最初はコオロギでいこうかなと思います。はい、というわけでね、まさかの今回、八重山サソリ、マレーキャット月光、レオパということでね、3匹を迎えしたので、まあ、ちょっとこれね、もうしばらくはいいね、もうこれね、もう僕、ほんと日ばかりも来て、
東浦井和気山にも来たから、もうちょっとね、お腹いっぱいです、さすがに。お腹いっぱいだけどね、お腹いっぱいだけど、お腹すくの早いんだよね。お腹すくの早いんだわ、もう本当に。だからまあね、なんとも言えないですけど、まあちょっとしばらくはもうね、まずこの今お迎えした子たちのコンディション、しっかりね、立ち上げられるように、まあ、集中して、飼育していきたいと思います。もちろんね、今いる子たちももちろんそうですけど、特にね、新しく来た子たちに関しては、しっかりまずはね、軌道に乗せられるように頑張っていきたいと思います。はい、というわけで、もう今回はめちゃめちゃ楽しいイベントでした。で、僕今回ね、こちらの、あった、インスタのフォロワーだとか、YouTube の視聴者の方とか、見つけた方には、今回ね、こちらの、ステッカー。はい。僕の今、これ、iPhone のケースにもなってるんですけど、僕これが今、この柄が iPhone ケースなんですね。こうね、はい。これね、どっかで見たことある柄を、なんかロゴっぽいですよね。はい。そういうクレスなんですけど、これね。で、下に、はい。レプタイルジャンキー。はい。僕の、もう座右の銘ですね、もうこれね。はい。なので、僕の、YouTube を見ているような、僕の YouTube 見ている人なんかもね、みんなね、レプタイルジャンキーですから、はい、その方たちにね、皆さん、配りました。はい。で、まあ、こちらまだね、まあ、元はといえば今日配るためだけではなくて、まあ、今回、ありがたいことにですね、チャンネル登録者4000人行きましたんで、まあ、ちょっと何か、プレゼントなんかもこれできたらなと思いますので、また改めて動画とか上げようと思うんですけど、どうですか皆さん欲しいですかね、欲しかったら、これちょっとぜひ欲しいっていう方がいたら、ちょっとね、プレゼント企画、やっぱやった方がいいかなって思うので、ぜひね、そんなコメントもいただけると嬉しいです。このレプタイルジャンキーね、はい。ね、このステッカー欲しい方はね、ぜひコメントしていただければ。また改めてね、募集はね、また、別の動画でやりますけど、ぜひ皆様、これちょっといいじゃん。これ、私も欲しい、僕も欲しいっていう人はね、ぜひコメントしていただけると嬉しいです。ね、もらった方ももちろん、また応募していただいて構いませんので、まあ、こんなのね、何枚あってもね、ポテトチップス食べかけの時とかね、ちょっとこう袋閉じるのにこれシール使えますから、何枚あったってこんなのね、困らないですから、ぜひ、欲しい方はね、欲しいって言っていただけると、まあ、場合によってはね、もうちょっと、作ってもいいかなとか思ったりもするので、ぜひ、皆さん、いいなと思ったら、コメントとかね、していただけると嬉しいです。はい、というわけで、もう長々お話ししてきましたけど、まあね、ちょっとメンテのお供的な形でですね、今日は僕が行ってきた、トンブリーチとブラックアウトの、まあ、感想と僕のお迎え報告ですね、まあ、そちらの方を、まあ、ちょっと、早々にしてみました。まあ、あとはとりあえずお迎えした子たちの飼育環境っていうのはまた今後ね立ち上げていこうと思いますので、そちらはまた個別に、まあ、レオパはね、いつもと同じ感じなんで改めてしないかもしれないですけど、マレーキャット月光のタマちゃんとかに関しては、まあ、あれはちょっとあくまでも今はね、ちょっとお迎えしたてなんで変に変えるよりはあのままちょっと今日は行こうかなということで、あのままちょっと休ませておいてですね、改めて僕のところでちょっと飼育開始する環境っていうのを立ち上げていきたいと思います。はい、というわけで最後まで長い間お話を聞いていただきありがとうございました。トンブリーチブラックアウト最高でした。めっちゃ疲れたけど、もう朝ごはん食べてからお昼食べずに夜戻ってきて、生態をちゃんとケースじゃねえ、霧吹きとかして、餌のコオロギいっぱい買ってきたんで、それもちゃんとケースに移して、で、やっとね、ご飯食べる感じでしたけど、疲れたけどめっちゃ楽しいイベントでした。またね、どっかのイベント行けたらいいなと思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。お気軽にね、もし、僕の方、僕わかる方いたら声かけていただけると嬉しいです。はい。では最後までお話を聞いていただき、ありがとうございました。ではまた、ブラケでした。バイバイ。